おはようございます。山口県のサッカーを盛り上げる番組キックオフ山口、 YAB アナウンサーの八谷秀樹です。まずはレノファ山口 FC の選手によるスペシャル座談会後編をお届けします。スピードとテクニックを生かしたドリブルでチャンスを演出する田中俊也選手。昨シーズンはチーム最多の36試合に出場、 J 初ゴールも記録した五十嵐太陽選手。シャニーボーイ覚醒。そして自身最多の5ゴールを挙げたストライカー、周南市出身の川野幸太選手。こちらの3人が出演することになったのはあるわけが。聞いたところによると、今回はだから川野選手、五十嵐選手がまず最初に決まってて、田中俊也選手を川野選手が指名したんですって。はい、自分たちのパパみたいな存在だよく言うやんこういう時だけこうやって面倒見てもらってます。本当に面倒見いいんですか、田中選手。めちゃくちゃいいです。井原選手どうですか。田中めちゃくちゃもうパパみたいですね同じこと6歳差を感じさせない仲の良さ。3人で遊びに出かけることもあるそうです。プライベートでも仲いいんですか、食事とか。そうですね、この間も3人で温泉行ってきて、はい。3人で、この3人で、はい、そうです。陽気館っていう、長門萩長門です。長門か。誰の提案で行こうと。はい、僕です。おお、なんか僕っす最初にまず高架舎っていうサウナ行こうとしてたんですけど、休みだったんですよ。でその時に2人探してるかなと思ったんですけどで、まあ、なくて、で俺がここいいどうみたいな、じゃあ行きましょうみたいな、そういう感じで。いや俺自分もめっちゃ行きたがってました。自分もめっちゃ行きたがってました。いや太陽はめっちゃ編集遅かったから全然寝ちゃってたんですよ。朝寝ちゃってたんですよここだけの話、その最初の候補はもう行けないよって分かってた段階で、はい、次の候補調べてた。いや俺調べてまあまあまあ、一応携帯のあれ先輩これ多分嘘です絶対ですね先輩を翻弄する20歳のお二人、仲が良すぎて五十嵐選手にはあるお悩みが。いやめっちゃ真似するんですよ。お前もうめっちゃもういろいろね、もう真似してもうすごいっすよね本当に。何真似した俺太陽。さっきもなんか髪色この後行くからって俺の髪取られてでこの色にしたい。そうこの色にしたいって言ってたね、はい、ボディメンテもそうだなお前めちゃくちゃ飲むものも真似してるらしい。そういっぱい真似してくるんですよ、はい、シャンプーもだ。お前そうだちょっと待って、仲良すぎじゃない。そうだね。いや、ちっちゃい頃から、はい、いいものを盗むって習ったんだ。出たそれ。この間も言ってた。それはあのサッカーの技術的な話じゃなくて。いやいや、もうそれはプライベートでもそうやって盗んで自分のものにしていくのが、はい。田中俊也先輩からは何を盗みました。良くないですよ。なんかいいものないみたいな言い方。なし、ゼロ。いやいや、あ、服めっちゃ、ファッションめっちゃおしゃれなんで。田中選手といえばレノファのファッションリーダー。練習しかない日でもおしゃれに気を使っています。クラブハウス毎日ね、同じ服見たことないみたいなぐらい。確かに。いろんなファッション。いやいや、そんな持ってないですよ。いや俺よりもっと上の人は関さん。ああ関さん、関さんめちゃくちゃおしゃれです。めちゃくちゃおしゃれです。ちょっと独特よね。もうすごいっす。おしゃれおしゃれ。結構好きっす。見てるっす。コウジさんとかも洋服結構。コウジさんとか、コウジさんデニムがね、多いよね。確かに多いです。かっこいい。田中選手は温泉行くときもやっぱそういうおしゃれな格好できたんですか。セットはそうするんでしたね。セットアップで。そう、スウェットの。着こなしちゃってました。はい、バカにしてます。今の言い方じゃバカにしてましたね。着こなしちゃってますっていう。いや、3人の、ね、仲の良さが際立っていましたし、2人の後輩を優しく見守る田中俊也先輩ということで、非常にいいバランスだなと感じました。今シーズン3人の活躍を期待しています。以上、スペシャル座談会でした。明治安田 J2 開幕まであと1週間。
今日はレノファの鹿児島キャンプの様子をお届けします。こういうサッカーがしたいよっていうところはね、あの山口の方で落とし込んできたの でその中であのディテールのところ、もう少しこうした方がいいとか、こうしたらうまくいくよねっていうところをこのキャンプで、しっかり、まあ、先日の、ね、落とし込みをやっていくっていうところです。守備を再構築し、自分たちからアクションを起こすサッカーを、鹿児島の地で挑戦と修正を繰り返します。まあ、あのどのやり方にもどのシステムにもうまくいく部分とうまくいかない部分っていうのはあると思うんですけど、でそれをこう認知しておくことが大事で、あこうやられた時にはじゃあこういう対処法をしなきゃいけないなっていうところを今選手たちがね感じているところなので。この日はトレーニングマッチでの課題を試合映像で再確認し、意思の統一を図っていました。課題を修正するため、ピッチ上でも立ち位置、そしてプレスのかけ方を確認し合いました。選手同士が積極的にコミュニケーションを取りながら行っていたのが印象的でした。サッカーっていうのは、まあ、一番難しいスポーツだと思うんですよ。というのもやっぱり屋外でやる、人数が多い、手じゃなくて足でやらなければいけない。だからこそみんながね共通認識を持ってやっていかなければいけないですし、まあ、難しいスポーツだからこそジャイアントキリングが起こりやすい。能力があるチームにも多少能力が劣ってても勝てる。就任時はチームを一つの船に例えるなど、チームの輪を大切にする志垣監督。いよいよ仕上げの段階です。苦しい時期だったり、まあ、そういう時にねみんなで前進していけるような強い組織作りをねやっていけたらいいなと感じています。はい、そして練習後の選手たちの様子を川野選手に撮影してもらいました。よろしくお願いします。同部屋の伊藤くんです。こんばんは。 J3 鳥取から加入したゴールキーパー糸原浩二郎選手、闘志みなぎるプレーとは裏腹に意外にも恥ずかしがり屋さんのようです。何してんすか。やめてください。何してんすか。今日のフィードバックとすごいな。やめてください。すごいな。はずもう自由やな。コータの荷物はこっちですね。俺の荷物っすか。はい、ブーツみたいなやつないけど。えブーツみたいな。これはあれ、足をこうやって圧迫して疲れ取るやつです。絶対遠征に持っていくもの。これあ毎回持っていくもの。続いてはこちらも新戦力、今井大輝選手。遠征必需品は必需品なんですの。そうですね。ありがとうございました。お、言ってない。おかえりなさい、来ました。なんであっち行かんの。あ、これが来たってこと。すいません、お邪魔します。吉岡選手のこだわりを今井選手が紹介してくれました。見ても、入った時からもこの綺麗さ。僕は一回もうこうやって一回かっちゃっても気づいたらこうなってる。気づいたらこうなってる。このこだわり。どうですか。馬鹿にしてるよ。どうですか。してないですよ。今井選手の遠征必須アイテムはこちら。今日も安らかにこの音を聞いて私は眠りにつきます。そしてビリヤードを楽しむ選手たちの姿もありました。こちらキム・ボブヨン選手、お見事です。向こう取れ。いいよ。どこ行ったんすか。何がどこ行ったんすか。こそれんだよ。みんなと差つけるためにこそれんだよ。夜にこそれしてるこの人。いや、新加入の今井大輝選手、早速持ち味を発揮したんじゃないでしょうか。こうやって選手たちのサッカー以外の部分を見ることができると親近感が湧いて、またサッカーのもより応援したくなるなと感じました。開幕戦は今月24日アウェーで横浜 FC と対戦します。そしてその1週間後、ホーム開幕戦はイベント盛りだくさんです。
3月3日ブラウブリッツ秋田戦は1万人の入場者を目指す総力1万人プロジェクト、オリジナルフラッグのプレゼントや持ち巻きも予定されています。詳しくはホームページをチェックしてください。ここで J リーグからお知らせです。開幕戦春休みは J リーグへ遊びに行こう。 J リーグでは無料招待キャンペーンを実施しています。山口は愛媛 FC 戦が対象試合となっています。詳しくは J リーグ招待で検索してください。さあ、いよいよ開幕戦まであと1週間ですね。我々も応援の準備を整えましょう。それではまた来週キックオフ山口。